青園、宮城博士は、日本の実業家。CSK の元会長。福井県出身。1968年に、滋賀大学経済学部を卒業。同年野村証券へ入社し、1987年、取締役。1989年、野村投資顧問常務取締役。1991年、野村証券常務取締役を歴任。 1995年に、大川伊にスカウトされ、CSK 代表取締役副社長となり、2000年、代表取締役社長、2003年、代表取締役会長、2004年から、取締役グループ経営会議議長、2005年から、取締役会議長を務める。2003年に持ち分法的用会社のセガ株式を売却後、 翌年コスモ証券を子会社化し、2008年にコスモ証券取締役社長を一時兼任2009年2月、CSK ホールディングス取締役に降格、同年3月退任した。青縁の人物と経営手腕を表するものとして、草加厚氏の以下の文章を引用する。青縁氏は豪坦な性格で知られ、そこに大川氏が目をつけてスカウト。 95年野村証券常務を最後に CSK 副社長に移った。社長に就任するのは2000年6月。翌年の1年3月、大川氏が亡くなり、血落ちで洗うような権力闘争に突き進む。青園氏の CSK での歩みは構想の歴史であった。権力を握った青園氏は、大川氏時代に、グループ入りした企業軍を切り離した。 消費者を対象にした事業はグループから外し、企業間取引に事業を集中するというのが、その理由だ。これを、大川路線の否定と受け取った、グループ会社の経営者や幹部社員は、猛反発。大川氏は創業者としてのカリスマ性で、求心力を維持できたが、スカウトされてトップについた青園氏は、資本の論理で迫ったから、社内は、 一触即発の危機的状況に至った。CSK のドン、青園、ミヤビ・ヒロシ会長が隕石辞任。ありがとうございます。